今回はレベル紹介ではなく、とある初期の紹介です。この初期は、レベルアルファオメガに深く関係したものとなっています。そのため、聖なる門と、レベルアルファオメガの動画をこの順番で見て、本動画をご視聴ください。今回の動画のメインは、エンティケであり、あくまでも、伝説上のお話となります。以上をご理解の上で、今回の動画をご覧ください。ではどうぞ。太古の昔、神のように偉大な、王、と、王妃、が治める偉大な王国があった。その、玉座の間、には王宮があった。建築家、は仕事に没頭していた。助言者、は王に助言を与えた。タイムキーパー、は王国のすべての時間を計測し、管理した。チェンバレン、侍従長、は王国の鍵を持ち、あらゆる指揮を監督した。アンダーテイカー、葬儀屋、は、王国の死者を埋葬した。ブッチャーと殺人は敵対者を自分の肉体に同化させた。錬金術師は王国のための材料、道具、治療薬を作った。オラクル預言者は彼らの先見性と能力で宮廷メンバーの安全を監督した。ヘラルドは王国とその民衆の言葉を広めた。初期は王国のあらゆる文章を記録した。巫女は心身ともに困っている人々を癒した。摂政は王に代わって権威を指揮した。王子は、血統により王位を継承する。騎士は、王国のあらゆる敵対者に戦争を仕掛けた。ジェスター、道化師は、ユーモラスなパフォーマンスで王を楽しませた。王の頭は、彼の権力の象徴として誕生された黄金の王冠が乗せられていた。王は兵士たちを従えて各地を支配し、長い間繁栄していた。しかし、多くの者がそうであるように、この繁栄も長くは続かなかった。王子は、長い間平和を維持してきた父が自己満足に陥ったと考え、落ち着きを失った。彼は、より大きく、より強力な完璧な王国についての独自のビジョンを持っていた。しかし、現状に満足している王は、このビジョンを共有しなかった。国王に恨みを抱いていたアドバイザーは、これを好機とばかりに自分の目標を推進した。王子は自分のビジョンを実現する手段として、王冠を欲しがり始めた。こうして、王子とアドバイザーは王を打ち倒し、より強大な新しい王国を築こうと図った。アドバイザーは、王の王冠の対極に位置する、黒い太陽の心臓の中に、自分自身を超えた力を注ぎ込み、汚れた王冠を作り上げた。汚された王冠は腐敗の災いを生み、王国全土を覆い尽くし、王国を不安定にした。その影響は壊滅的で即座に現れ、かつては美しかった王国は、一連の限界の地獄絵図へとねじ曲げられた。王は多くの権力と影響力を失い、その結果、大きく弱体化した。王子は王の弱さにつけ込み、タルタロスに幽閉した。しかし、王子が王冠を自分のものにしようとする前に、王宮の他の者たちが王子の計画にストップをかけ、王子を王宮から追放した。王も後継者もいないため、王宮の残党は分裂し、それぞれの道を歩むことになった。しかし、王がいなくとも、宮廷がなくとも、王国の兵士たちは忠実に王冠を守り、裏切り者と戦い、彼を封印した。この勝利にもかかわらず、腐敗は残り、兵士たちはその怒りに勝てず倒れた。彼らの忠誠への報いとして、王室は倒れた兵士たちを、金色の戦士、として復活させた。彼らは長年にわたって腐敗と戦争を繰り広げ、最終的に勝利し、腐敗を完全に根絶した。そして現在に至るまで、首のない王冠は空席の王座の上に置かれ、ザ・バックルームズの支配権を引き継ぐにふさわしい着用者を待っている。